ただいまんぼう、ただいまんぼうですえ。とうとう充電が切れましたわ。こんばんは。ばんはばんは。ただいまやで。ただいま。ただいま。ただいま。結構、結構私の端末あれですね、思ったより1% からの粘りがないタイプ1% からの粘りがあんまないタイプでしたね。珍しいのではないでしょうか。充電しよう、充電しとこう。こういう時はね、ちゃんと充電しておかないとね。 1% 3分ぐらいの計算ですか。なるほど。なんかこっちの端末だと唇の色がない。なんでなんだ。そう、バッテリーの今日佐竹さん誕生日なんだ。おめでとうございます。りょうたくん、くまちゃん、ありがとうございます。まさやさん、だるま、じゃあこの配信は10時。まだ2時間できるって10時10分になったら配信終了します。え、マイメロも今日誕生日なの。ウケる、なんかおもろいんやけど、佐竹さんとマイメロ、マイメロと誕生日一緒なの、なんかおもろなんかさ、絶対さ真逆の世界を生きてそう。月影さん、ここは水色魂さん、なるまん、ありがとう。サンリオとアディダスのコラボ、何それ、絶対可愛いと思う。
アディダス。マイメロってマイメロじゃない？なんかマイメロにちゃんはつけんくない？なんかクロミはさ、クロミちゃんって。確かに今気づいた。この世の中マイメロは呼び捨てなのにクロミにはちゃんをつけている。何やっぱみんなさ、クロミちゃんにはさ、クロミちゃんはちょっとクロミちゃんを恐れとるんか。てかこれめっちゃ可愛いよな。クロミは多分敵に回したら怖いけんちゃん付けしとるんやろ。みんなのみんなの中身がすげえ好きだね。なっちゃんあのなんとか買わないの？なにラリラリー。なっちゃんあのベッド買わないの？ベッド？何それ40万の？黒身のベッドですか？そんなの出たの？いや普通にさ、黒身ちゃんっておでこにドクロつけとるやん。結構いかつくない？結構いかちいよな黒身って。なシンプルに見てさ、あのここにでけんさ、私やったらさ、ここにドーンってさ、おでこにさ、あのドクロの入れ墨入っとるみたいなもんじゃもんね。結構いかつい感じ好きよ。あー瀬戸チャレね。瀬戸チャレのあの、いやマジであのベッド良すぎるよあのベッドはほんまに良かった。なんかあの日からすごいさ、なんか睡眠の質をめっちゃ高めるっていいことやなって思って、なんかベッド周りのさ品々をさ強化したくなったもん。サンリオじゃないですね、あの眠たやさんのやつね。瀬戸チャレロケで行った。サンリオキャラにしてはバツバツバツ。でもそうな、ドクロついとるもんな、デコにな。結構アディダスサンリオ気になる。ちょっと調べよう、アディダスとサンリオのコラボ。いいね、もうどっちも私の好きなものやん。好きなものかけ好きなものなんですけど、いや間違いないな、間違いないよな絶対に。サンリオアディドクロダビー。クロミちゃん、クロミちゃん、あれ欲しいね。今日は白黒の世界です。はい、めっちゃ可愛い。スニーカーか、可愛い、可愛い、かわいい。かわいいが過ぎるわ。ア
ディダス、しかもアディダスオリジナルス、アディダスオリジナルスやないですか。私の大好きなオリジナルスやないですか。アディダスの中でもしびれ上がりますね。かわいい、このハートのやつかわいいですね。いや素晴らしいです、素晴らしいです。え、待って、まさかのこれ子供の商品だ。 21.5 までしかなくない？これだ、子供のあれだ。あ、いやあるわ。え、あーそういうことか、そういうことね。2種類のスニーカーが出とって、あの靴ひもないタイプは 21.5 までしかないんか、靴ひも付きは25まで。なるほどね、なるほどね。やばい、ちょっと待って、アパレルも可愛すぎる。ジャージが出とる。え、めっちゃ可愛くない？ジャージとかパーカー、バックパック、レロレロレレロ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 、可愛すぎ、可愛すぎて、もうレロレロ感情、レロレロレロレ。私靴ひもめっちゃ結べますよ。めっちゃ結べるって意味わからんけど、めっちゃ結べますよ。意味のわからん感情を抱いてしまった。リロ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 リリロ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 リ、かわいい、ボリかわいいですわ。しかもゾゾタウンにあるの罠やな、非常に。なんとまあ手の出しやすい、天才ですね。アディダスオリジナルストですか。お手上げ、お手上げ、天才じゃ。また素晴らしいものを見つけてしまう。こういった情報を皆さんこちらまで集めてますので、可愛い商品を見つけたらすぐ私のところまで皆さん教えてください。よろしくお願いします。ちょっとレロレロすなっていうコメントにちょっとツボっとる今。リロリロすな。こんばんは、サージカルさん、レインボースター、こんばんは、なっちゃんおはようって。寝てたん、寝てたんですか。じゃあこの配信は10分になったら終了し、待ち。そうしまちゅ、了解了解。明日の配信どうしようかな。明日は、明日はお昼配信かな。明日はお昼
お昼に配信をしたいと思います。金曜日12時から12時から配信します。さかさん、だるま、ありがとうございます。なっちゃん、あと11ヶ月ぐらいで誕生日だ。私？私のこと？そうだね。11ヶ月切りました。誕生日まで。配信予約入れよう。明日は12時からお昼配信しまーす。しまーす。お昼休みに見に来てください。ぜひともぜひとも。明日は19日。同じ誕生日の人周りにいる？いない。カズさん、だるま、ありがとうございます。入れました。お昼の楽しみできた。突然ですが、なっちゃんの思う友情ソングは何ですか？友情ソング？え、 Give me five Give me five どうもよ、思い出より輝いてる明日を信じよう。今のところ2月11日の建国記念の日に千日配信になります。おお、うわ、一日ずらせんもんかね一日ずらしたいね。12日にしたくない？2月の。まあでもいつ体調悪くなって一日何日か配信できなくなるのか絶対あるから、絶対あるから、まあ一応目安としてね、目安として2月の11か。え、あっという間じゃん。え、もうすぐじゃん、やば。一日、もしかしたら一日めっちゃ配信しないフリーデーを作るっていうの、なんかもう絶対そわそわすると思う。なんなら配信し始めちゃいそうだもんね。え、すごい。ちょっと待って、こっちのさ、こっちの iPad でさ配信をさいつもしてるからさ、あれじゃんか、すごい。なんか私のさ生誕ティーとかのデザインは全部 iPad でするんですよ。そのデザインしてきた今までの生誕ティーのなんか候補たちがここにいっぱい入っとる。すごい、なんかいろんな候補があって最終的にあれになったんだけど、こう見ると面白い。なんかいろんな組
色の組み合わせとかも試したり、そう配置とかもね考えたりしたけど、最終的にやっぱ出来上がったやつがいい感じですね。見せるね、また明日の配信とかで。盛大にね。2月12日も振り替え休日だから、そっち確かに14分配信してチケット、まあ、めっちゃめっちゃ豪華な使い方ありやね。こんばんは。まあ、それも明日また配信で見せますわ。では誕生日見まーす。13位せいやさんありがとうございます。12位ハイキーさんありがとうございます。11位完成のまきさんありがとうございます。10位サージカルさんありがとうございます。9位リチャさんありがとうございます。8位タイムファイヤーさんありがとうございます。7位ジトクさんありがとうございます。6位月影さんありがとうございます。5位りょうたくんありがとうございます。4位電化会さんありがとうございます。3位おいもちゃんありがとうございます。2位ジョージさんありがとうございます。そして第1位けんけんさんありがとうございます。はい、皆さん今日も一日ありがとうございます。明日はお昼の12時から配信しますので、また会いに来てくださいね。それでは配信最後のあっち向いてホイいきますよ。せーの、あっち向いてホイ。明後日は直接会えるお話し会、そしてツーショット写真会 in 大阪です。会場で CD を購入していただいたら、当日券というか当日券もありますのでCD をぜひ当日ゲットして、ツーショットもしくはお話し会しましょう。皆さん弾丸で会場に来られる方もお待ちしておりまーす。ぜひ会場に来るよって方もね、ちょっと覗きに来てくれたら嬉しいです。新年のご挨拶をぜひしましょう。それではあっち向いてホイやったっけ上。おやすみ。